フランシス・ホールは、幕末期のアメリカ人商人、冒険家、新聞の通信員として1859年に来日し、外国人居留地のアメリカの貿易省、ウォルシュ・ホール商会に参加した。7年間滞在し、ニューヨーク・トリビューン紙に寄稿したほか、日本滞在日記を残した。別名に、フランク・ホール。1822年に、 コネチカット州エリントンに生まれた。地方判事の父親ジョンは、イエール大学での教育者でもあり、エリントンに初めての学校を作った。父親は二度結婚しており、16人の子を設けた。最初の妻ソフィアとの間に11人の子がおり、フランシスはそのうちの6番目で5男。実母はフランシスが7歳の時、最後の子を産んで間もなく亡くなったが、父親が、 すぐ再婚したためママ母に育てられた。父親が作ったエリントンスクールを1838年に卒業。兄がスプリングフィールドに開いた本屋を手伝った後、1841年にシラキュースの本屋で働き、その後同州のエルマイラで自ら本屋を始める。1846年にサラ・コベルと結婚したが、2年後に妻を亡くす。 知人の旅行作家、ベイヤード・テイラーが1855年のペリーの日本大航に同行したことに触発され、1858年に本屋を弟に売り、翌1859年に本へ冒険旅行に出かける。来日後は、本屋時代に知り合ったサミエル・ロビンス・ブラウンや、ジェームス・カーティス・ヘボンら宣教師家族と共に、神奈川塾の上物寺に住んでいたが、1860年に、 横浜の居留地に移る。横浜居留地に店を構えるウォルシュホール紹介のジョージホールが1862年に帰国することになり、その公認として同社に参加。ジョージとフランシスは同性だが、親族ではなく友人。ニューヨークトリビューン氏の通信員も兼ねており、貿易業のから、7年間の日本滞在中に同志に約70本の記事を配信した。 滞在日記も1859年から離日するまで書き続けた。一時期写真も撮っていた日本で一財産を築き、1866年にアメリカに帰国。日本帰りであることからジャパニーズ・フランク・ホールと呼ばれた。帰国後はエルマイラに戻ったが冒険旅行を続けたとみられている。1902年に故郷エィントンに父と長兄エドワードを記念した。 ホール記念図書館の建設に着手したが、完成を待たずに同年に亡くなった。フランシスの兄エドワードと、岩崎矢之助1872年兄エドワードは、父親同様、1844年に、エリントンに、ホールファミリースクールフォーボーイズという男子校を創立した教育者で、同校には、ウォルシュホール紹介と婚姻にしていた、岩崎矢太郎の弟、 岩崎矢之助が1872年に留学している。記念図書館建設にあたり、矢之助は2000ドルを日本コレクション整備のために寄付したが、その寄付金は、ジョン、エドワード、フランシス3人の顔が描かれた館内のステンドグラスの製作に使われた。図書館は1903年に完成し、地元に寄贈された。後年。 フランシスの900ページに及ぶ滞在日記が見つかり、1992年にジャパンスルーアメリカンアイズ、ザジャーナルオブ、フランシスホール、1859から1866のタイトルで出版された。幕末期の日本滞在期は公職者によるものがほとんどであり、新天地での一攫千金を求めて日本に来た商人には文房も多く、その点で フランシスの日記は商人による珍しい日本観察記として貴重な歴史資料となっている。知識人や犠牲者との交流が多い公職者とは交際範囲もおのずと異なることから庶民の生活をつぶさに観察し、汚ない言葉で描写、またしばしば日本人に対する優越感を吐露している。2000年に一般読者に誤解される恐れがあるとして、 禁止眼的な偏見に基づく記述部分が削除され、編集し直された、係争版が再版された。ありがとうございます。